モテたい。もうさ、だるくね？女にさ、自分からアプローチするのだるくね？もう疲れたよ。モテない男はさ、自分から女にアプローチしなきゃいけないわけよ。最初の一歩、アプローチは必然か。モテたとしてもアプローチは必然か。じゃあなんて言えばいいんだ？なんて言うのかな？頑張らなきゃいけない。リスクが大きい。リスクが、期待値が少ない。期待値が、成功率が低いアプローチを、モテない男は全てのアプローチが成功率が低いわけです。で、モテる男は、うまくいく可能性が高い。だからもう、モテない男は、とりあえずだるいんだよ。いろいろ。女子にね、女子のご飯を誘わなきゃいけなかったりね。だるいでしょ。だったらモテて、もう女からアプローチが来てほしいよ、これは。女からどんどん、怖いかって来てほしい、俺は。そこのモテない男もそうだろ。同感だろ。俺もそうだ。俺もモテないから、その思いが爆発してるんだよ。もう、嫌だ！自分から来てくない！もう向こうから来てくれ！モテたい！その一心で僕は日々を生きてる。ああ、だけどどうかな？やっぱモテると、女子の方から女からアプローチしてくれるから、やっぱね、ありがたいよね、そっちの方が。モテないとさ、やっぱ、もう LINE に女の、LINE で女の子から通知来ることなんかほぼないわけじゃん。だけどさ、モテるとさ、あの LINE のさ、通知が女の子ばっかとかさ、最高じゃない？マジで。最高だろ。いや、いるんだよな。俺、高校の頃の後輩じゃねえか、忘れたけど、もう常に LINE に女の友達がいる。女から通知が来てる。もうモテ男が、同期だ。俺と同い年代のモテ男がいたんだけど、あいつもう常にね、女からね、女と連絡取り合っててね、もう羨ましいとしか言いようがなかったね。で、ああいうの見てると、ああいうやつがいると、やっぱ俺もなりて、俺も女から誘い受けて、ってなってくるわけじゃん。だからモテない男っていうのは女からの誘いなんかまずないわけよ。もうそんな夢みたいなことが、もう夢みたいなことなんだよ。そう、夢の次元。モテない男からしたら、女からのお誘いなんか、夢の次元。それが来た時には、あれ俺夢の中なのかなって錯覚してしまうほど、モテないやつっていうのはかわいそうなんだけど、まあ、逆に言えば、それだけで幸せを感じるっていう、まあ、モテないとこのメリットでもあるよね、それが。とりあえずもうめんどいんだよ。めんどくさいよ。もうめんどくさい。なんで女に悩まなきゃいけないの？もうさ、女に悩まない人間になりたいんだけど、マジで。あ、今日はこの子とデートだ。ああ、仕方ねえな。今日はあの子とデートか。仕方ねえな。あ、今日は、明日はあいつに誘われたから遊ばなきゃな。仕方ねえな。待って、モテるやつっていうのは逆にかわいそうでもあるかもしれないね。自分の時間がないっていう。いや、だけど、そんな夢のようなことはないよ。やっぱモテて、俺は、モテてね、お誘いを大量に受けたわけよ。俺の承認欲求が止まらないわけよ。もうどんどん、1対1だよ、もう。ああ、1対1じゃなくてもいいけども。どんどんお誘い受けたいの、女からも。俺の承認欲求が爆発して、女からどんどんお誘い受けて、俺の承認欲求を満たしたい。多分もう遺伝、自分のね、性質上、遺伝だと思うんだけども、承認欲求が俺は強すぎる。だからそのモテたい男はやっぱそういう承認欲求があるわけじゃん。女性からやっぱ認められたいわけよ。モテたい男っていうのは。そうだよな。そうそう。だモテた男っていうのは、承認欲が爆発してるわけだから、やっぱモテることを日々夢見て生きてるわけだから、やっぱ女からアプローチさせたよね。で、女からアプローチさせるためには、やっぱ俺はかっこいい男になんなきゃいけない。で、かっこいい男になるためには、次回この話を。モテねえ男がかっこいい男になるためにあのお話しても全く重要ねえから意味ねえよ。やめよう。で、なぜめんどくさいのかというと、やっぱ、自分からね、誘ってね、あの、ドキドキっていうか、なんだろうな。もういちいちさ、断られるかもしんないのにさ、わざわざドキドキしながらさ、お誘いをしなきゃいけないわけじゃん。もうめんどくさいよね。心臓が持たないわけですよ。モテない男っていうのは、心臓が持たないわけ。で、モテる男っていうのは、向こうからお誘いを受けてるわけだから、自分がはいかいいえを答えるだけで、精神的に別に負担にはならないわけ。だからめんどくさいんだよ。精神的負担がかかるからめんどくさくない。嫌になっちゃう。やっぱ女からね、お誘いをしてほしい。俺は。大丈夫。
女性、この世の中の女性は、どんどん自分からお誘いをしてほしい。なんで男からお誘わなきゃいけない。いや、だからそれはモテない男に限った話だ。まあ、モテる男っていうのは女からお誘い来るから、もう最高じゃん。俺はモテる男になりたい。女からの誘いを受けるような男になりたい。毎日々日々通知が鳴り止まない。日々女からのお誘いが止まらない。そんな男に俺はなりたい。そのために何をすればいいのか、それはわからない。とりあえずかっこいい男になろう。だとりあえずまあ、そのためには有名になるしかないから、うん。まあとりあえずなんかね、有名な、なんかすりゃいいんだよ。だからそこのモテない男で、やっぱ女からアプローチさせたい人いると思うんですけど、まあ俺と頑張って、俺も頑張るから君も頑張って女から誘われる人間になろう。しまった。